腰を痛めて整骨院に行ったら、ウォーターベッドみたいなのに寝かされた。振動で腰を直すらしい。強さは強、中、弱の3種類。弱から始めたが、全然振動が伝わってこない。看護師さんに何も感じないんですけどと言ったら、じゃあ中にしますね。何かあったらナースコールで呼んでくださいと言ってどこかに行った。しばらく待ったけど何も変わらない。それで看護師さんを呼んだら、じゃあ今日にしますと切り替えた。それでも全然動かなくて、おかしいなと思いつつ、ふと横を見たら、隣のベッドでヨボヨボのおじいさんがガタガタガタと猛烈に振動していた。